北海道代表、札幌大学サッカー部主将の相田裕樹です。北海道代表として2015年以来5年ぶりに本大会出場することができ、大変嬉しく思います。私たちの強みはインテンシティの高さなので、大学生ならではのパワフルなサッカーを本戦でも発揮したいと思います。天皇杯第100回大会という記念すべき年に出場し、札幌大学のサッカーを全国に発信していきたいと思います。日頃から応援してくださる方々、サポートしてくださる全ての方々への感謝の気持ちを忘れず、一戦一戦全員が一丸となり全力で戦っていきたいと思います。温かいご声援よろしくお願いします。